韓国の新型コロナウイルスによる新規感染者数が3日ぶりに20人を下回った。首都圏では3人となり、ソウルは62日ぶりに新規感染者が1人も発生しなかった。まだ、地域内の感染者が続けて発生していることから、韓国政府は昨日既存の社会的距離確保を多少緩和させて5月5日まで延長することにした。 今日韓国の中央貿易対策本部によると、韓国内の新型コロナによる累積感染者数は13人増加した1万674人と集計された。累積死者数は236人として前日より2人増加した。零時基準で新規感染者数は、去る8日から20日までの間、12日間連続で50人未満を記録し、 20人未満としては3日連続となっている。この日の0時基準での準感染者数は2560人で、やはり39日間減少し続けている。ソウルは62日ぶりに新規感染者数が0人となった。